はい、どうもみなさん、こんにちは。いずこです。それでは今回なんですけども、キャッシュカード、不正保証制度の詳細、発表、銀行口座との連携方法などの使い方も解説ということで、今回は Visa ペイドカードでおなじみのキャッシュカードについてですね、まあ、ちょっと前にですね、動画でもお伝えをしてまして、実際に今回ですね、キャッシュのアップデートがありましたので、そちらについてお伝えをしていこうと思います。それでは行ってみましょう。 で、まず本題に入る前にですね、以前アップしたこちらのキャッシュカード9月からの大幅変更についてという動画をアップしてますので、まだ見られてない方はですね、ぜひこちらを先にチェックをしておいてください。で、一応前回の内容を踏まえて、簡単にその今回アップデートされた9月7日のアップデート内容をまとめということで、簡単にだけお伝えします。まあ、今回大きく4つなんですけども、まず1つ目は銀行口座からキャッシュへ直接入金ができるようになりましたよということ。で、2つ目はキャッシュの残高を 銀行口,口座へ出勤ができるようになりましたよということ。そして三つ目、不正保証制度がスタートしましたと。 最後4つ目は一部の残高の送金が不可になりましたよという大きく分けて今回4つがこちらアップデートとされたということですね。で、今回ピックアップするのは大きく分けて2つなんですけども、まあその1つ目がここですね。今回ちょっとまあ注目されてたであろう不正保証制度のところなんですけども、ここはちょっと公式ページを一緒に見ながらですね、皆さんと一緒に見ていこうと思います。ということでそのまま引っ張ってきたんですけども、キャッシュのページから不正保証制度についてということですね。 で、実際にですね、その想定される不正利用のケースという場合なんですけども、それが2つほど出ておりまして、上の段のところですね、本人確認アカウントに関する情報が第三者に不正に取得され、悪意ある第三者による、まあ、残高が不正利用された場合が、これが1つ目。そして2つ目がその下にある、 カード及び金融機関口座に関する情報が第三者に不正に取得され、悪意ある第三者による残高が不正利用された場合ということですね。まあこれはもうどうしてもね、クレジットカードであったりとかプリペイドカードであったりとか、いつどこでどのタイミングで何が起きるかっていうのがわかんないんですけども、今回はこういった場合が起きた時に不正保証制度というものが働くということになります。 で実際にその保証対象のアカウントここ結構注目なんですけども見ていただきたいと思いますでまずその保証対象のアカウントとしてで今回はこの本人確認アカウントというものがですね保証対象となります で実際にその本人確認アカウントなんですけどもどういったパターンが本人確認アカウントとなるのかということなんですが例えば今この赤枠のところですねキャッシュカードの有効化がお済みの方の場合ですねこれは保証対象ということになりますいわゆるこれがその本人確認アカウントというものになりますね、まあ、有効化というよりかはもう本当にあのキャッシュカード、まあ、手数料900円ほどかかるんですけども、まあ、すでにそのキャッシュカード発行されている方がまあ保証の対象ということになります、まあ、米印でも出て というふうにも出ているので、まあ、あくまでももうカード発行していればもうそれで OK という感じですかねそして次ですねここの赤枠のところなんですけどもまず上の段のキャッシュカードライトをご利用の方なんですけどもいわゆる従来の青いキャッシュですね それをお持ちの方の場合は、銀行口座の登録をされている、そしてまあ本人確認が完了している場合は保証の対象となります。で、まあ、銀行口座の登録のその本人確認が未完了の場合は保証対象外となります。で、同じく下に出ている通り、キャッシュカードバーチャルですね。プラスチックタイプのカードをお使いじゃない方の場合でも保証の対象はそれぞれ同じということになります。 なので、まあ前回の動画でもちょっとお伝えしたかもしれないんですけども、まあ早い早いし、このキャッシュカードを持っている方であれば、まあ全員は全員だいたい保証を受けることができますよという認識でいいかなと思います。で、続きまして、保証対象外となるケースですね。まあいろいろ出てるんですけども、二つほどピックアップしてます。まず一つ目は、不正利用による損害の発生から 10日を経過している保証申請ということですねなのでまあ早い話何かが起きた時はすぐにもう連絡をするというものがもう一番ベストなのかなと思いますもう後々になったら保証を受けれませんよということですねあとこちらもですね前回の保証から1年以内の保証である場合ですねなのでまあこれを見る感じはまあ連続で連続でその保証を受けることができないという風な書き方かなと思いますけどまあ実際にどうなるかっていうのはわかんないですけどねであとこちらも載ってますよね不正被害に遭ってからの保証請求 までのの手順というのも結構丁寧に出ておりまましたまず1つ目、直ちにカードロックをしてくださいということで不正利用が発覚した場合被害拡大を防ぐべくアプリよりカードロックをしてくださいということですね、まあ、これ結構普段ねキャッシュを利用されている方であればカードロック利用されている方も多いと思います僕もね普段もう、まあ、今最近は全然キャッシュを使う頻度が下がってるんですけどもカードロックをずっとしておりますそして2番目直ちに警察へ被害届を提出してくださいということでお客様の最寄りの警察署交番被害届 被害届を出されてない場合は保証申請は無効となりますということなのでもし何か起きたらとりあえずすぐ、まあ、警察に行くということですね。 そして最後三つ目は発生より10日以内に弊社へ補償申請を行ってくださいということですね。まあこれは先ほどお伝えした保証対象外のところでもお伝えしたように、まあなるべく早くですね、起きた瞬間に、まあキャッシュ側に問い合わせをするということですね。もしその期間を過ぎてしまうと、下にも出てる通り、保証の対象とはならないので、ここはもう注意が必要かなと思います。なのでま,あまとめるとカードをロックして、で警察被害届け出すと、そしてキャッシュに問い合わせるっていう。まあ至ってシンプルかなと。 と思います でですね、こちら今公式ページにも出てたんですけども、保証申請方法というのも結構丁寧に載ってましたので、もしちょっと気になるなって方がいらっしゃいましたらぜひチェックしてみてください。以上がこちらのですね、3番目の不正保証制度についてでした。で、最後ここ2つですね、銀行口座からキャッシュへ直接入金できるようになりましたよということと、キャッシュの残高を銀行口座へ出金できるようになりましたよということですね。まあ、こちらについて、僕自身がですね、実際に銀行口座とキャッシュを連携する画面までやってみましたので、ぜひそちらも見ていただければと思います。まずは、まあ僕、 iPhone なんですけどももし iPhone をお持ちの方であれば App Store からまずキャッシュのアップデートを行ってくださいで、アップデートしたらまあいつも通りの画面が出てくるんですけどもまあ、若干前回と比べたら画面線にちょっと変わっておりますで、早速ですね自分の銀行口座とキャッシュの連携をやってみたいと思うんですけどもまずここのお持ちの銀行口座から入金というところをタップします するとですね、銀行口座登録する画面が出てきますので、この銀行口座を登録をタップしてください。そうするとですね、連携できる銀行というのが決まっているので、まあこれ入金の場合なんですけども、いくつか出てます。まあその中の、例えば僕の場合は三井住友銀行をちょっと選択してみます。で、こんな風に必要な情報ということで、まあ三井住友銀行と、まあ紐付けしますかということで、これで次をタップします。まあもろもろのですね、まあ入力が終わったらこの本人認証という画面が出てくるので、キャッシュアプリに戻るをタップしたら、 これでご覧のようにですね、銀行口座の登録がされましたということで、まあ、ものの1、2分ぐらいでできます。でですね、次にここの今すぐ入金というところをタップしていただいて、そしたら入金する画面が出てきます。で、画面上には3000円、5000円、1万円という風に出てるんですけども、金額を変えたかったらその隣にその他というものがあるので、その他からであれば2000円から、ま、入金が可能となりますので、もし金額調整されたい方はここで調整をしてみるのもいいと思います。で、次なんですけども、 ここの出勤するというところですね。今回また追加されているとこを、ここをまずタップしてください。そしたら銀行口座はまた登録、出勤口座の登録をします。で、登録をする場合銀行口座を登録というところをタップしていただいて、そうするとですね、今出てる通り、ゆうちょ銀行とか三井住友銀行とかみずほ銀行とか、今ここにも色々出てるんですけども、出勤する口座はかなり多くてですね、他の銀行を探すというところをタップしたらですね、ご覧のような銀行の一覧が出てきます。もう上から見ていただいてわかるように、都市銀行とかネット銀行、地方銀行とか信託銀行、 銀銀行行とかかななりいろんな銀行で、出勤をかけることができますで例えばこのネット銀行のところをタップしたらですね、ご覧のようにざっと出てきます。イオン銀行、au 自分銀行とか、GMO、青空ネット銀行とか。まあ、大体の銀行は対応してるのかなと思いますね。見た感じは。で、気をつけてほしいのは、銀行へ出勤する場合は、出勤に手数料がかかります。その場合は税込220円かかるので、もし出勤かける場合はこれを把握した上で、出勤をぜひ試してみてください。で、あとなんですけども、ここのですね、入金するというところをタップしていただいて、もし自分が連して 連携してる口座と外したいなっていう、削除したいなっていう方がいらっしゃいましたら、この、まあちょっとくの字の逆のマークですね、ここをタップしていただいて、そうすると今連携してる銀行口座と僕、クリストカードも紐付けてるので、ここの編集というところをタップしていただいたら、削除する項目が出てくるので、例えばもうこの今連携した銀行口座紐付け、まあ銀行口座削除しますかというところが出てくるので、ここで削除というところをタップしたら、これで紐付けしてるものが連携も外れることを外すことができるということになります。 なのでまあ連携もね、その連携解除もかなり簡単にできますので、ぜひちょっとまだ試されてないっていう方がいらっしゃいましたら、まあこういった方法もありなんかなと思います。まあそんなこんなで今回はキャッシュの不正保証制度と、プラス口座からの入金出金ができますようになったということについてお伝えをさせていただきました。まあ今回のキャッシュのアップデートに関しては、いろいろとね、まあネット上を見る限りは賛否両論があったような状況だったんですけども、なんちゃかんちゃはね、キャッシュはキャッシュでかなり便利がいいかなと思います。で 個人的にはやっぱりね、一番理想というか、一番いいなと思うのは、やっぱりそのクレジットカードとかとリンクして使うことができるので、キャッシュの恩恵も受けることができてキャッシュ、えー、クレジットカードの恩恵も受けることができるので、やっぱそれがね、一番魅力的な部分なのかなというふうに思っております。一応ですね、今回お伝えした不正保証制度についての詳しい内容とか、下の概要欄に一応公式のリンク貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 ということで皆さん、昨日の、まあ昨日というか今朝ですかね。まあ僕、福岡県は福岡市というところに住んでるんですけども、台風マジですごかったですね。本当昨日はまあライブ配信をやって、 寝たにもうすぐ寝てその後にもう音がすごすぎて起きたのが朝の4時とかだったんですよねもう寝れなくてまあ寝れた数時間だけ寝れたので良かったんですけどもその後はねまあお腹が空いたのでもう朝ごはんを作ったりとか家の掃除をしたりとかしてたんですけどももう音が怖くてそれをこう紛らわすかのようにね 爆音で音楽を聴いたりしてましたね、本当まあけどもう無事にね、台風も過ぎて今日を過ごすことができたので、まあちょっとした人安心しているところではあります。まあ今の時期ね、もしかするとまた台風増えてくるかもしれないので、まあそういった対策もぜひ今後気をつけたいなと思います。ということで、ありがとうございました。